皆様新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、二代目バイヤーと、ルパコです。自分の名前忘れちゃった。忘れちゃった。はい、というわけで、はい、新年から早速ですね、うん、はい、あのアップバンクストアのウェブサイトの方で発売、はい、ウェブサイトのみで発売する福袋、そちらの告知させていただこうと思います。イエーイ。はい、あのクリスマスもね、すごいあの、うん、大人気の福袋ございましたけれども、今度もですね、非常にお得な福袋をご用意しましたので、じゃあまずこちらからいきましょうか。はい、ドン、はい、バン、ハッピーアップバックゲーム版です。おお、アップバン、アップバンクからこれもじってんのかな、もしかして。あ、そうそうそう。ハッピーアップバック。あ、でもアップって、うんうん、あれだ、アップバンクのアップでもあり、うんうん、まあちょっと字面違いますけど、これ、ね、運気上昇っていう意味ですよ、うんうん、ハッピーがアップする。ハッピーアップバックのこちらはゲーム版、はい、はい、ちょ、内容を見ていきましょう、うんうん、はい、これまとめてポーチ、はい、これは、うん、あのバイヤーチャンネルでも、ケンさんとご紹介させていただきました、うんうん、でマックス村井チャンネルの方でもですね、エルモアさんが実際に、ね、使ってるよっていうので、うんうん、はい、あのお見せしました。そしてマックス村井のアンチグリアフィルム、はい、これはもう何枚あっても困らない、うん、ね、ゲームも特にね、指でパズドラとかする方にはもうおすすめでございます、うん、そしてもう、ね、ゲーマーにはあの何が困るって、充電がね、うん、どんどん減っちゃうからね、本当に、はい、その対策として、うん、TSST のモバイルバッテリー、ほう、素晴らしい、はい、そしてこの、アップバンクのこちら2 in 1ケーブル、うんうんうん、こちらの2 in 1ケーブルのいいところはですね、ライトニング、あの iPhone とかで使えるライトニングもありますし、うんうん、で上にそれがあのかぶさるような感じになってるんですよね、うんうんうん、でライトニングスポンと抜いちゃえば中がマイクロ USB になってます。はい、そうなんですよ。なのであの Android も OK だし、あの他のゲーム機とかに、うんうんうん、あの充電するときは、ね、はい、対応するものであれば OK です。スマホ以外のゲームもいけちゃう。そう、いけちゃいます。なので、あの、ね、はい、これはあのさっきの TSST のモバイルバッテリーとセットでもちろん使える。はい、そして真ん中、はい、もうね、三千と輝く、これスーペン、これね、うんうん、しかもこれアップバンクのゲーマーズモデルですよね。そうですね、ね、うん、やばい、あの本当にゲームに特化したスーペン、うんうんうん、素晴らしいでございます、はい、そして、まあ、その下、すぐ下ね、ここですよ、これあの交換用の交換用、はい、すごいですね。しかも2個セットですから、もともとついてるのと 3つ、うん、合わせて3つ、すごい、ね、早い方だと結構摩耗するの早いんで、あの2ヶ月に1遍とかね、交換される方もいらっしゃいます、ね、結構あのまとめ買いでね、あの買われる方も多い商品ですよ、うん、でその隣がスマピタ、スマピタ、はい、これ、うん、マミルトンさんがデレステやるときに愛用しているというあれです。あれ、はい、これ、そう、机の上とかに固定できるっていうやつ、うん、これはね、それだけじゃなくてもすごくよく使えます、うんうん、キッチンとかでも使えるし、あ、うん、なるほど、本当に、まあ、言ったら、うんうんうん、机の上とかに置いて、まあ、落下防止、うんうん、パンで当たって落下防止とかっていうのでも使えるので非常に便利でございます、うんうん、はい、そして、まあ、スマホのお手入れということで、ウッシュ、これね、うん、愛用してます、私も、ね、はい、ルパシも私もそうなんですけど、うんうん、両方ともメガネかけてるんですよ。そう、うん、だからメガネね、こう拭くのにもそう、メガネの、もともとだってメガネ拭きとかじゃなかったっけ、違ったっけ、あ、そうなのかな、あ、でもそれ確か用途として書いてあったんで、うん、そう、あとね、私はね、よくね、パソコンの画面拭きます。重要、重要、めっちゃパソコンの画面、うん、しょっちゅう拭いてます、ね、いや、ほんと綺麗になるんで、はい、これで10% オフクーポンもついてる。やばい、やばい、 10% オフ、やばい、すごい、やばい。 EC でクーポンで、ね、今まであんまなかったから、ね、なかった、そう、なかったですね、そ う, そうだそうだ、なんで、うん、すごいお得です。素晴らしい、はい、お値段も素晴らしい、はい、お値段がですね、はい、こちら、うん、1万5000円相当のものがですね、うん、なんと8000円になります。ほぼ半額です。すごい、やばい、バッテリーとかいろいろついてる、うん、おー、そうですよ、そうですよ、うん、え、だって 2-in-1 ケーブルだって2000円弱ぐらいしますからね、そう、
そう思って思ってくると、うん、やばいじゃん。やばいじゃん。まあね、1万5000円相当だから8000円だから、ほぼほぼ半額。しかも 10% オフクーポンがついてる。で、ちなみにこの 10% オフクーポンは次回のお買い物に使います。うんうん、使います。はい。この商品自体には使えないのでご注意ください。はい。はい、というわけでハッピーアップバッグのゲーム編、はい、ゲーム編でございました。はい。はい、次ダイエットです。ダイエット版です。はい。これはあこれやばい、ポラールのこれループでしょ、うん、ループだっけ、ループだよね。やばくないですか、これだけでも結構な値段するよ、値段しちゃうよ、ね、でこれまあダイエッター、ね、これからあの新年に、あ、新年向けじゃない、もう新年明けました、うん、でね、冬でね、正月太りとかあるわけですよ、ね、お餅とか食べ過ぎでね、よくあるやつ、はい、それをね解消しましょうっていうダイエッターへの福袋、はい、でこのまずループね、まあ、活動量計でございます歩いた歩数とかあとはね、いろいろその睡眠だったりとかっていうのをあの情報として自分でね見れるっていう活動量計でございます、はい、そしてこれ、はいはい、これもねすごくいい商品で、あの携帯スマホをたすき掛けできるっていうやつ、うん、だからウォーキングだったりとか、うんうんうん、ランニングとかする人、うんうんうん、であのやっぱり持ち運びたいんだけどバッグとか持てないっていう状況になった場合に、うんうん、体にピタッとフィットさせることができるっていう、とっても便利なアイテムでございます、はい、うん、であの本当に例えば、まあ、ランニングとかもそうだけどウォーキングもそうなんだけど、あの自転車乗ってる方にもすごく便利です、これ。あ、わかる、わかる、ね、うん、あのわざわざカバンから、って出さなくても、ここにピタッてこう胸元とかにつけておけば、うん、こうやって見れるわけですよ。これがですね、まあ、疲れた目を癒すというアイマスクでございます、はい、まあ、ダイエッターの方、まあね、頑張って運動して、うん、まあ、ちょっと痩せらぎたいなっていう時もいいですし、あのデスクワークでパソコン使われてる方、うん、まあ、特にルパコさんもデザインとかやってるからね、ほぼかじりつきじゃないですか、そう、一日中そう、うん、そういう方にも、ね、疲れちゃう、うん、そういう方にもあの目の、ね、疲れを癒してくれるというアイマスクでございます、うんうん、はい、そしてリファンク、うん、はい、スポーツ変わった形してる、そう、このね、耳のここにね引っ掛けられるっていう、うん、とっても優秀なイヤホンなんですけど、あのヘドバンしても外れないっていうイヤホンこれ本当でもすごくてうん、うんうん、で外れないし、かつあのイヤホンの商品名もスポーツっていう名前だけあって、うん、防水機能もあるんですよ、ちゃんと。だから汗をかいても大丈夫だし、うん、あの雨の日にランニングとかしてても大丈夫っていうイヤホン、うん、びっくりした、このクーポンね、増えてるね、増えてるよ、増えてる、金額、あのパーセンテージも増えてるし、もう一個増えてる、こちら送料無料がなんと入ってるという、やばい、そして 15% オフクーポンですよ、皆さん、やばいやばい、まあ、両方ともね、これも先ほどと同じように、うん、次回のお買い物で使っていただける、こちらですね、なんとですね、はい、聞いたところ、はい、3万円ぐらいの商品になります、はい、全部で、そう、いや、そうだよ、そうだよ、そうそうそう、うんうん、それがですね、なんと1万5千円やばい、ほぼ半額です、おー、マジかい、ね、いのかいいのかないや、でもこの内容でしょ、うん、で本当にこの新年明けました、正月太りしました、今からダイエットしたいですっていう方にはもってこいのセット、うん、続きましてまだありますね、続きましてまだありますね、はい、はい、どーん、ハッピーアップバッグミュージックミュージックミュージックイエイ、はい、いいね、これ私欲しいな、だってこれビーツ、これそうなんだよね、これいいっすよね、しかもね、このスピーカーもね、うん、欲しかったのね、これブリックスか、ブリックス、うん、やばい、あの置くだけでいいってやつですよ、そうそうそう、皆さん、うん、本当に、いや素晴らしい、で、うんうん、これどっちかっていうわけじゃなくて両方入ってる、そう、両方入ってるんですね、ヘッドホン、イヤホン、うん、2つ、はい、入ってます、まあ、あの B2 が必ず入ってるというわけじゃなくて、そのヘッドホンはヘッドホンで、あのいくつかあの、うんうん、ご用意してます、あの例えば B2 も色違いとかね、はい、になってます、 B2 ってめちゃめちゃ高いよね、高いよ、手出せなかった、高いよね大丈夫なの、そう、すごい悩んで、うん、私は別の買っちゃったんだけど、うんうん、でも可愛いし、デザインも、うん、いやね、そう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 、うん、そうね、うん、女の子にもね、割とコンパクトに収まるので、そう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 、あのね、
頭のちっちゃい、うんうん、あの女性の方でもすっごいおすすめ、うん、マウスとかもね、あ愛用してるから、うん、そうですね、うん、そうだそうだ、はい、でちょっと待って20%あさらに増えちゃった、やばい 20% オフ、えだってことはですよ 20% オフでしょ、普通に1万円のものが8000円で買えるってことでしょ、で金額が増えれば増えるほどその割引の額自体、うん、値引き率はあれですけど額自体がどんどん増える、うん、まあ買い物する人いないと思うけど10万円だったら8万円になるってことですよね、2万円オフでしょやばいね、やばいね、こちらがですねだいたい5万円から5万6千円相当のものが入ってる、うん、はい、まあ、そのヘッドホンの種類とかちょっと違うので多少の値段の上下はありますが、うん、上下はありますけど、こちらはなんと3万円えいいの、 3万って書いてあります、3万、はい、えだって普通に考えて2万安くなってる、うん、やばいこのバッグがもう 20% オフ相当のものどころじゃない、どころの話じゃない、どころの話じゃない、半額までは言ってないけどどころの話じゃない、どころの話じゃない、やばい、ツリーラストかな、はい、バーン、おーなんか今までとちょっとなんか背景が違うよハッピーアップバッグ、アウトドアです、はい、はい、これアウトドア、えちょっと待って今後ろにあるんだけど、あこれか、マックス村井チャリだよえこれ入ってるの、入ってる、えこれだって4万ぐらいしない、するこれ一つで4万ぐらい、やばくない、やばい、えそしてちょっと他もね、なんか他にもねちょっとねすごいね、いいもん、やばいよこれね、クルムのバッグなんですか、私もこの、うん、まあ、このタイプじゃないんですけど大きいタイプ使ってますが、うんうん、これ一番人気のボディバッグですよね、しかもそうこれブラウンってアップバンク限定カラーなんですよ、他の店で売ってないの、やばい、そしてこれジョーンウォーンですね、これやばくない、私も持ってる、でこれめっちゃ高いよね、これ高い、結構する2万くらいするよね、やばい、はい、まあ、結構高価なものが、高価なものが入ってる、まあ、これもあの活動量系ですよ、うん、皆さん、はい、まあ、アウトドアだからね、はい、まあ、自転車でお出かけ、あでボディバッグだ、ッグそうだ、でなるほど、ジョン、そうジョン、すごいおしゃれ、やばい、おしゃれ、でもちょっとねもっと気になることがある25% マジか、 25% か、いいのかな、いいのかな、いいの、いいのかな、いいのかな、まあいいんだろうね、うん、まあこんだけ高いもん入ってるから、まあ、そう、はい、そしてこれが、ね、これファンの方やばいと思う、購入者限定プレミアム特典、あなただけのためにマックス村井がメッセージを書くぞ、すごい、はい、これはちなみにご購入後ですよね、うん、ご購入後に、うん、まあ、ご連絡いただいてから村井さんがメッセージを書きます、お名前とかもね、うん、そのメッセージに添えてもう OK だし、例えばこれをプレゼントするっていうのも一つだと思うんですよ、例えば、ね、息子さんにプレゼントしますとか、うん、大切な人にプレゼントします、うん、でそのメッセージもそのプレゼントする相手のお名前書いていただくとかね、うん、そういうこともできます、あなるほど、ね、自分で言いながら我ながらいいなと思っちゃったね、お年玉じゃないけど、うん、いいと思います、はい、いやこんだけで一応ね、写真は内容物の一例ですと書いてありますので多少変わる可能性はございますけれども、うん、こちらがなんとこちらが7万5千円相当のものが入ってるんですね、えさらっと言いましたけど7万5千円ですよこれ、そう、えそれ7万がこれ3つ入ってる、7万5千円相当のものが入ってるのが、うんうん、なんと5万円です、えそうこれだけでね、さっきねでしょ、で、うん、ちなみに言うとこのボディバッグも1万後半台なんですよ、1万6000円とか9000円ぐらい、確か限定カラーはちょっと高かった気がする、うん、でこれが2万円ぐらいでしょ、うん、これだけでも4万とかでしょ、うん、で、ちょいついてきちゃう、やばいな、村井さんのねメッセージ、これはあの
プライスレスですよ。あのプライスレス、ね、そうそう、確かに思い出というかね、あのもうなんだろう、お金よりも価値があるものかもしれない。で今の、全部で 1,2,3,4 つ、4つ福袋、あのハッピーアップバッグございます、はい、でこちらが、1月の1日より、アップバンクストアのウェブサイトの方で発売しております。でなくなり次第終了となります、うんうん、特に本当にこの一番最後は、まあ、金額高いんですけれども、うん、超限られてますので、皆さん本当に欲しいっていう方お急ぎください。はい、はい、でそしてですね、はい、やっぱりハッピーアップバッグということで、ね、皆様に幸せをお届けしますという意味でですね、こちらなんとご購入いただいた方には幸せを呼ぶお出汁、はい、あのお子さんはね、あの自分で料理できないかもしれないんで、あのお母さんとかに使ってもらってください。これ本当に美味しいお出汁です。これ私も使ったんですよ、うん、実は買って使ったんです、うんうん、めっちゃ美味しいでしょ。そういやね、これがお出汁なんだっていう味、うん、そう、うん、しかもね、あの出汁取った後にね、うん、それをね、あのカツオのなんだっけ、あのおにぎりとかに入れるやつ、おかかね、おかか、そう、おかかにしたんです、うん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 、めっちゃ美味しかった。マジか。そういやだからね、最後まで美味しい。そう、うん、昆布入ってるからね、すごい味がね、そうだ、すごい美味しかった。カツオしたけじゃないからね、はい、ぜひともあの、うん、こちらもですね、あのお雑煮とかに使ってもいいかもね。あ、そうだね、お正月だから、はい、ぜひとも皆様こちらはお買い上げいただいた方に、全ての方に幸せを呼ぶお出汁差し上げております。はい、はい、というわけでこちらの、今回ご紹介させていただきましたハッピーアップバッグの詳細に関しましては概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひともチェックいただきたいと思います。というわけで、ルカさん、はい、新しい年の始まりに、はい、いい情報をご提供できたのではないでしょうか。そうですね、はい、というわけで、はい、今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。